目323目323目323はメッサーシミット社によって開発された第二次世界大戦中のドイツの軍用輸送機である。相性はギガント。輸送用グライダー目321に6機のノームエンジンをつけたものである。目321は巨大であるために当時としては比類なき輸送力を誇ったが栄光が困難で3機の メッサーシミット BF110 によるトロイカ栄光や栄光専用機であるハインケル AG111Z ツビリングが開発された。しかし専用機を使う場合はともかくそれが実用化される前の3機組での栄光は危険であり栄光中の事故も多く航続距離が短すぎるという問題もありモーターグライダー化が施され目323として 約200機が生産された。戦時の量産に向くように、スチール製の枠組みに、ハフバリという構造をとっている。機種が左右に開くので、ヤホーを牽引車ごと搭載できる。1942年4月に試作機が初飛行している。当時実用化されていた輸送機としては、驚異的な輸送力を持っており、軽戦車程度の車両や100人の武装兵士などを運ぶことができた。 1943年から運用され、北アフリカ戦線へイタリアから物資を輸送する作戦に用いられたが、あまりの巨大さゆえに千馬気球のエンジンでは六発を搭載してもアンダーパワーであり、低速かつ鈍重なため連合軍戦闘機、または B-25 ミッチェルのような総発爆撃機からの襲撃を受け、多くの犠牲を出した。ただし、撃墜するには、 エンジンかコックピットに弾を当てる必要があり、破風部分は貫通するだけである程度の攻撃を受けても、飛行可能であったため、銃弾を撃ち尽くした連合軍機を尻目に悠々と飛行している、という事態も初期には珍しくなかった。また、工術通り輸送機にしては、多くの機銃を備えていたため、襲ってきた敵機が返り討ちにあったこともある。もっとも、攻撃を受ければ、飛行に影響はしなくても、 輸送中であれば、積み荷に被弾することになるため無意味だったわけではなかった。オペル製、マウルティアと、榴弾砲を積む、目323、タイムトルーパー小林原文による SF 撃が、作中で未来の傭兵部隊に追うドイツ軍が、戦車他の機材を積んで追跡に使用するが、途中で連合軍戦闘機に襲われて撃墜されている。戦場ロマンシリーズシリーズの一編。 王者の砂丘に、北アフリカ戦線へ、ティーガー2輸送用として、目323が登場。しかし、戦車は分割輸送されていたので、車体は無事だが、砲塔を運んだ本機が行方不明となってしまい、主人公達は砲塔を装備すべく、車体のみで砂漠の中を不明気を探索する羽目に、陥る。幼女戦機主人公を率いる、第203航空窓大隊を運ぶ輸送機として、 たびたび登場する。オースフィヨルドへの空挺降下や連邦への越境偵察に使用された。コミック版では爆撃機としても使用される場面がある。以下の作品には目323そのものではないが着想を得た航空機が登場した。ギガント SF アニメ未来少年コナンに登場する7発の大型戦略爆撃機。大気圏外飛行が可能で、 核兵器をも上回る、超磁力兵器を搭載している。ガウ級攻撃空母、SF アニメ、機動戦士、ガンダムシリーズに登場する、大気圏内容大型輸送機、爆撃機。バカガラス漫画及び映画、風の谷のナウシカに登場する大型輸送機。コールオブデューティーにビッグレッドワン、ストライカーズ1945-2日本ステージの中ボスとして登場。本作では、 爆撃機という扱いになっている。バトルフィールド1942モッド、フォゴトゥン、ホープシークレットエポンにドイツ軍兵器として登場。内部にトラックや装甲車に加え戦車も搭載可能。機銃を大量に搭載したガンシップ型も登場する。ありがとうございます。